はい、では本日もこちらやっていきましょう。稲妻イレブンと、前回オールステータス1の状態でなんとか撃破できました。でも実はこれ裏があります。このあと次の日に変なイベントが出てきます。ハットトリック、こっちは一発で3点取れんだよ。勝負しやがれ。自称バスケ部。まあただこういった1点取れっていうのもこの必殺シュートで だいぶ勝てるようになりました。よっしゃ。ちなみに稲妻イレブン GO ですと歩いてる時に敵がエンカウントすることはありません。赤いマークが戦える敵キャラです。なんだ間違えた。こんにちは。母ちゃん、今日のご飯みんなも一緒に食べてもいいかな。おかえり、守れ。その顔からすると今日の試合大勝利ってところだな。5対4ですけどね。へへー。いや、私はあまりサッカーに興味がなくてね。守りにもそうであってほしかったんだけどね。子供は元気が一番さ。母さんの手料理なんて久しぶりだな。はい。なあ、どうやら俺はじいちゃんにらしいんだ。じいちゃんもサッカー選手時代はすっげえキーパーだったんだってさ。俺が赤ん坊の頃はじいちゃんの形見のキーパーグローブで遊んでてさ、たまたま田中から落ちたつぼ落ちてきたつぼをグローブでキャッチしたらしくて、母ちゃんたちはやっぱじいちゃんの血をじいちゃんの血を引いてるんだってびっくりしたらしいぜ。そういえばじいちゃんが使ってたグローブがここら辺にあったと思うんだけど、あれどこ行ったんだ。おかしいな、ここにしまってたはずなのに。あ、ねえ母ちゃん、じいちゃんのグローブは。あー、そんなはずないと思うんだけどな。これには理由があります。さっきの両親のセリフ、両親というか父親のセリフ、そしてこの母ちゃんの行動。あ、そうだ。あ、そういえば昨日商店街のおじいさんから稲妻イレブンのことを聞いたんだ。理事長も言ってたけど、じいちゃんって伝説の稲妻イレブンの監督だったんだろ。すっげえ、俺はどうして今まで教えてくれなかったんだよ。あ、なんだよ。分かったの？なんだよ急に。これは帝国学園の監督との因縁があります。守ることはできませんよ。なぜかって言えばじいちゃん生きてますからね。昨日は食べ過ぎたっすよ。まだお腹いっぱいっすよ。次はついに決勝戦だ。今日からまた練習頑張ろうぜ。
なになに、収容メド大勝利、哀れ大魔中0対10で無様に敗北って、なんだよこれ、俺たち収容メドに勝ったんだぞ。なあ、こんなところで負けてたまるか、メド貴様にダーツを閉じめてみよう。監督の因縁といってもこの監督との因縁じゃありませんよ。こんな小物の監督の因縁なんかじゃありません。むしろこの小物と一緒にされたら、その大物の最終ボスに対してめっちゃ失礼です。この前俺のパソコンメガネのやつが修理してくれたんだ。でもその後修理代ってきっかり1000円取られちゃったけどね。いや、むしろパソコン修理してもらってきっかり1000円っていうのもめっちゃ良心的なような気がするんだけど。主要メドの戦いはないものボロ負けですか。つまんないの。未来構造はいまいち頼りないんだよな。いずれこれは確か校長の座に。ノッタ、今の話は内緒で頼むよ。なんだ、あの時メイド喫茶の前にいたメイドさん。いやー、もう一回目覚めないでやすよ。メイドさんなんて信じないでやす。できるのか。でもそんなのインチキだろ。まさかオカルト中が負けたのもそのせいだったのか。大丈夫なのか。わかったよ、そんなに怒らなくても。でもパソコンに詳しいやつか、一体誰がいるかな。そういえばメガネのやつがパソコンに詳しいって言ってたりやつ、えらいく威張ってたから腹が立ったのよく覚えてるんやつよ。ちょっとちょっと黙って聞いてれば兄弟言ってくれるじゃないの。ようやく僕の出番のようだね。なんでやんすか、今お前の自慢話を、自慢話を聞いてる暇ないでやんすよ。天才パソコン博士と呼ばれたこの僕にそんな口聞いちゃっていいわけ。あ、嘘なの。じゃあ話は早いぜ。頼むメガネ、俺たちと一緒にコンピュータルームに来てくれ。いやだね。君たちと違って僕は忙しいんだ。せっかく協力してあげようと思ったんだけどさ、君たちがそんな態度を取るならお断りだよ。そんな、メガネ様お願いするでやす。もう何でも言うこと聞くからご機嫌直してほしいでやす。夏美、夏美様がこの僕にお願いを。はいよ、そこまで言うならこの僕が手伝ってあげる。やったー、そうとなったら早く行こうか。学園一の天才の腕前見せてあげるよ。メガネ君が一緒に行くことになった。ちなみにもし途中でメガネをチームから外してしまったら、この時のイベントでまたメガネを探すイベントになります。俺たち応援団と勝負だ。寄せ集め応援団。あ、チゲンさん、ねえ、また来たな。
こっちだって全然追いついてねえじゃねえかよ。これ今ちょっとボールを持ってからしばらく待ったのは、実はあまりに遠すぎるとこの選択が出ずにそのまんまパス的なスピードのシュートしか打ってくれません。主要メイトっていう学校の兄ちゃんたちが来てプロもこっそり買っていっちゃったな、羨ましいな。ね、収容メイトだったんだ。俺やんけ。ミルケーミルケーイチゴちゃん、みんな隠れてないで出ておいで。ミルちゃん、どこ行ってんだい。見つからないうちに早く頼む。焦らないでくれよ、お天才の仕事は時間がかかるのさ。なるほど、ここをこうして、なるほど、さあ、お望みのデータはこれかい。ハッキングの記録を手に入れた。よし、これで収容メイトの不正を証明できるぞ。それはそうとさ、面白いもの見つけたよ。まだこの写真、人形か。水着の全国優勝の副賞のアメリカ行きを利用してこのプレミアフィギュアを買うことが奴らの目的だったみたいだね。ほんとくだらないよね。くだらないのは聞き捨てならないでありますぞ。お前たち、よくも我らの家督を警察に売り渡してくれましたね。警察？何の話だ。知らばっくれるな、悪党め。しかもデータを盗むだけなのと、我々の偉大な目的まで馬鹿にするのは許さんぞ。今すぐそのデータを置いて同化するであります。さあさあ、絶対に渡してたまるか。フィギュアのためにデータは絶対渡さない。今のようにちょっと角度がずれるとゴールポストに当たって外れという、わだだだだだと思い、めちゃくちゃなところにいた。なんとられた。ドキドキして謝ってもらおうか。心の準備が。ご援助頼ます。反省してたのかな。それともこのレーダーを取り返しに来たつもりか。このリーダーは出さないよ。
赤とボーイズに。な、普通になってもこんだけ強いのに。使うやつらに俺たちは負けない。待って待って、まあ落ち着いて、僕たちと取引するでありますよ。取引？君たち弱小って言われてるみたいだし、あんまりサッカー上手くないでしょ。僕たちがサポートですればきっと楽に勝てると思うんだよね。サポートっていうのはもちろんわかるよね。お前たち本当にサッカーが好きなのか。え、大切なのはサッカーの上手さじゃない、サッカーをやりたいって気持ちなんだ。それがわからない奴らなんかに俺たちは絶対に負けない。そんな汚れた勝利なんて俺は欲しくない。ごめんなさい、もうしません。これじゃまるで俺たちが悪者じゃないか。ねえ、におりますねってところでやりましょう。対決自覚あったんだ。さあ急いで夏美にデータを渡しに行こう。俺たち応援団と勝負だ。ねえ、ここまで来るとちょっとチート的応援でもなかなかすんなりと済ましてくれない奴らが出てくるか。足の速さなら陸上部の方が上だぜ。勝負だ。クイックだろう。そういや、メガネにも スーパーショットを持たせてたって。
マジック失敗。種をちゃんと分かるやつがいるんだな。ここまで来ると通常のショットはなかなか決まんないかなと思ったらあっさり決まった。ノロノロ陸上部からスキップ陸上部にまで上がった。よしでボールを扱わないといけないんだよ。テニスの方が上品だよ。ちょっと勝負してよ。ノーコンテニス部、空振りから一応当たっても外れるっていうやつらになった。水星シュートでやっせは10ぐらいの経験値がもう25、6に上がってます。あ、ありがとう。よし、それじゃ俺たちも帰るとするか。なんとか解決したようだな。あのハッキングの記録があれば警察も黙ってるわけにはいかないだろう。あなたは河川敷であった。もしかしてあなたはマニアのことを警察に。いいか粘土君、世の中にはこの収容メイトの奴らのように卑怯な手を使って人を落とし入れようとする奴がたくさんいるんだ。そう、あいつだってそのせいで。あいつ、いや、なんでもない。とにかく油断をするな。俺に言えるのはそれだけだ。次の試合も頑張って全国大会に行ってくれたまえ。じゃあな。ちょっと待ってください。なあエナ、一緒に帰ろうぜ。っておい、どうかしたのか。あの人一体何者なんだ。アキ、系統のナンバー変わってなかったんだな。ふふ、いたずらか。いいねえな。あ、終わり。あ、まあね。あいつ、遠藤、守るだっけ。いいやつだよ、あいつ。あ、そうだな。本当、もっと人を疑うことを知ればいいのに。なあ、キ、実は俺が来門中に来たのは。いや、なんでもない。それ、不愉快が探してたね。なんか、次の試合のことで相談があるとかでさ。いや、別に。似てるよな、あいつに。そっくりだよ。バカみたいにまっすぐだ。絶対に諦めないところとかさ、ほんと。なあ、アキ。アキは遠藤さんのことが。アキ！はい。はい。わかってます。そうそう。アキが思ってるほど、いいやつじゃないんだ。どうしたらいいんだろうな、一ノ瀬。間違えた。どうせどうすんだ、キドウ様、何を。うるさい。総帥、何事だ君。今はまだ練習の時間のはずだ。あれは何なんですか。ライモンの奴らを倒すのにあのものが必要なんですか。お前はそんなことは気にせずただ練習しているのに。ライモン相手にあんな技を罠を使う必要はありません。
実力で十分勝てる相手です。けど勝利は確実でなければ意味がない。なんか卑怯な技を使わなければもう負けるって自分自身で思っているからこそそういう風にやるんだよな。そうすればまさか奴が伝説の稲妻イレブンだとでも。なんだと、ひどい。バカなことを言うな。稲妻イレブンの、もう、すでに別の手も打ってある。あれは、より確実に勝利するための手段にすぎ。そう。勝つこと以外、何の意味もないのだから。2度目の帝国学園との勝負です。次はいよいよ帝国との試合か。この試合に勝てば全国大会に行けるんだ。そうすればもっといろんなやつらとサッカーができる。今度はこの前のようにはいかないぞ。待ってろよキロ、全国行くのは俺たちだ。ニュースだぜ遠藤さん、理事長が俺たちのためにバスを借りてくれたらしい。地区大会の決勝まで行ったお祝いなんだったよ。バスなんてそんなの初めてだ。なんだかワクワクするな。ほんとか。それじゃあ不愉快先生と待ってるから駐車場まで見に来てくれよ。な、どうもお前も一緒に。あれ行っちゃった、そそかしいやつだな。少し様子がおかしくなかったか。あ、そうか。俺は気がつかなかったけどな。でもバスを借りてくれるなんて、やはり理事長はやることが違うな。あ、とにかく駐車場に行ってみようぜ。まあ一回中央メイトとの練習試合をした方がいいですね。行く前でですけど。帝国と戦う前だな。来ましたね遠藤君、これを見なさい。私が理事長に頼んで借りてもらったのですよ。すっげえ、こんなにでっかいバスだったなんて。驚いたでしょ、君たちがこんなバスに乗れるなんて。それでは早速テスト走行に出発しましょう。早くバスに乗り込みなさい。あ、どうしたなどもん。いや、そう、バスには乗せずに脅すだけだった。おほほ、黙っていなさいドモン君。まったく何を言っているんだが。脅す？あ、いや、これはその…なの？なんだ？それはひょっとして皆さんの必殺技や弱点までメモしたとっても詳しいノートのことですか？ずいぶん詳しいですね。そんなものがあるなんて全然知りませんでしたね。まさかそんなこと。そうじゃないかと思っただけで。なるほど遠藤、それなら俺たちも手伝って探した方がいいんじゃないか。あ、そうだな、みんなで探せばきっとすぐに見つかるさ。よし、それじゃあみんなで物質を探してみようぜ。なあどうも、そういえば何か言いかけてなかったか。いや、俺も行くよ。なあ頼むよ。それじゃあ物質で待ってるぜ。ドボン君、妙なことは考えるんじゃありませんよ。いやいや、なんでもないですよ。ほらほら、早く物質に行ってらっしゃい。卑怯な手を使っても最後は全正義が勝つでやんす。中央メイトのやつどこまで卑怯でやんすか。
よし、それじゃあみんなでおとなしのノート探しを、おとなしのノート探しを始めよう。おかしいな、これだけ探しても見つからないなんて。そういえばあのマンはどうしたんだ。さっき一緒に来たと思ったんだけどな。あいつ今日はどこか様子がおかしくなかったか。そうか、俺は気づかなかったけど、どうしちゃったのかな。そのノートのこと、ドモンは知ってるのか。そういえばドモンさん、最近練習中にいなくなったり様子がおかしいところがあったんす。そういえば稲妻落としの秘伝書もあんなに探して見つからなかったのに、どっからか見つけてきたしな。どうも。すまなかったな。探してたノートってのはこいつのことだろう。どうもさん、あんたがこれを盗んだんでやんすか。答えてもらうっすよ、土門さん。オーケー、みんなもう一度バスにまで来てくれ。そこで全部説明させてもらうよ。分かった、バスへ行こう。そこでお前の話を聞かせてくれ。ようやくお戻りですか。それではノートを諦めてテスト走行と行きましょう。おや、どうしたんです。皆さん早くこのバスに。みんな聞いてくれ、このバスには乗っちゃいけない。どうも、一体何を言って。みんなこれを見てくれ。それってもしかして爆弾じゃないのか。一体どうなってるんだ。ドモン君、やってくれましたね。こうなったら仕方ありません。作戦は失敗です。作戦？このテスト走行中に爆弾が爆発して、ライモンイレブンはこのバスごと消し飛ぶ。そして帝国学園が優勝。それが今回の作戦だったのですよ。なんだって。不愉快先生、あんた俺たちを吹っ飛ばすつもりだったのか。不愉快先生、あんたまさか帝国のスパイだったのか。気づかなければ一瞬で楽になれたものは、あなたたち後悔することになりますよ、ドモン君。あなたもただでは済まさないですよ。エントさん、これ話は後だ。どうも、今冬風で追いかけよう。おそらく奴は正門に逃げるつもりだ。俺は奴を追うよ。俺たちも行こう。正門で冬風を取り押さえるんだ。ハットトリック。セリフはみんな同じなんだよな、バトルの時の部活の相手は。メガネがオーバーヘッドできた。ヘッドすること自体相当な技術が必要なはず。やっぱ多少なりとも。
先制シュートでやんせや失敗しましたが、あなたたちが帝国に勝てると思ったら大間違いですよ。だったらなんであんなことをしたんだ。待て、ね、何するんだ。どうも落ち着きなよ遠藤さん。大事な決勝はもう目前だ。危険を犯すのは俺だけでいい。どうもお前どうするつもりなんだ。部室に戻ってもう一度おとなしマネージャーのノートを見てくる。そうすれば全部分かってもらえるはずだ。さて、あとはこのファンタジスタに任せときな。きっちりと蹴りをつけてくるぜ。確かにドモンの言う通りだ。今は迂闊に動かない方がいい。ここは一旦部室に戻って大人氏のノートを見てみるんだ。ドモン、俺はお前を信じてるからな。必ず戻ってこい。どんなことがあっても信じ抜くのが遠藤を守る。で、他の人が疑うのが仕事。遠藤やれやれ。愉快がスパイだったのにショックでショックです。そうか、ドモはこれのことを言ってたんだな。それで手紙には何て書いてあるんだ。みんなすまなかった。俺は来門中に来てから不愉快先生とともに帝国のスパイとしてみんなの情報を帝国に流していたんだ。でもさっき不愉快先生が爆弾でみんなを吹き飛ばそうとするのを見てやっと目が覚めたよ。俺は今まで帝国で手段を選ばないサッカーを叩き込まれてきた。でも俺がライモンのみんなとやったサッカーはそれとは何もかも違う。それが驚くほど楽しかったんだ。俺はもうそれを失いたくない。大事な友達も。不愉快先生の机からノートは取り返したけれど、おそらくデータはすでに帝国に届いている。許してくれとは言わない。ただ気をつけて試合に臨んでくれ。帝国がこのまま引き下がるとは思えない。まだどんな罠があるか。帝国は影山総帥は本当に恐ろしい奴らなんだ。どうも。でも情報は帝国に流れてしまったんだ。せっかく身につけた稲妻落としや稲妻一号もこれじゃ通用するかどうか。そうですよ、どうもさん、あのまま不愉快と一緒に逃げたのかもしれないし。そうっすよ、かっこいいとこ行っちゃって。なあ、ちょっと待てよ。確かにドモはスパイだったかもしれない。だけど俺たちを助けてくれたのだってドモなんだぜ。そりゃそうにやすけど、だったらドモを信じろよ。これはあいつが命がけで残したメッセージなんだぞ。あいつは
俺たちの仲間なんだ。俺あいつを探しに行く。夏美、聞いてたのか。でも今はそれがどこも探さないと。あ、そうか、そうだな。ありがとう夏美、すぐに校長室に行くよ。待ってろよ、ども、新しい監督を見つけてすぐにお前を助けに行くぞ。目的が命令状になってるよ。微妙にあれよく聞いたら、あれ歌に手拍子が入ってる。歌っちゅうか音楽っちゅうか。遠藤君、今夏美から話を聞いていたところだ。冬海君のことは私の責任で、迷惑をかけてしまったね。しかしこの事件は40年前と全く同じだな。稲妻イレブンが突然姿を消したあの時と、遠藤君、君は今度こそ帝国と試合をし、必ず悪を倒すんだ。はい。そのために私の知る限り最も監督にふさわしい人物を紹介しよう。遠藤君、商店街のラーメン屋ライライ軒に行きたまえ。ライライ軒？そこにはあいつがいる。私のかつての同級生、そして稲妻イレブンのキャプテンだった男だ。稲妻イレブンのキャプテン、すげえ。もうついに本物の稲妻イレブンに会えるのか。確かにそんな人なら最高の監督になってくれるはずだ。よし、行くぜ、ララケン。待ってろよ、ドボン。すぐにお前のところへ行けそうだぜ。ああ、彼らなら大丈夫だ。私たちは彼を信じて待とうじゃないか、夏美。商店街のアーケードね。ここら辺じゃ縁もゆかりもないな。アーケード、じゃとりあえずここまでにしておきたいと思いますと。よ、なんかトーナメントってのがあったもんな。ああ、こういう風に出てくるわけか。それでは失礼します。